こんばんは、平井博明です。今回の動画ですね、練習してくださいっていう動画なんですけど、ちょっと漠然とすぎますので、詳しく内容を言っていきますと、基本の動きをやるにしても、ドリルをやるにしても、何かこうすごいネタをやるにしても、結局それを完成させるのって全て練習なんですよ。なんでこの動画を撮っていこうと思ったかっていうと、今最後に言ったこうすごいネタ、超有料級みたいなネタをやれば、練習しなくてもすぐ当たるようになるんじゃないかって思ってる方が結構いました。すべて、基本もすごい内容のこともすべて練習しないと自分のものにならないっていうことを、まず分かってから取り入れてくださいっていうことが言いたいんです。それがすごく大きいことですよね。平井博明のワンナップゴルフ。すぐ上手くなると思う、動画見たら。それは多分、その見た方の考え方が悪いんじゃなくて、そういう風に言ってる動画が悪いと俺は思う。まあでも大体そうだよね。そうだね、こうやったら成功しますよっていう、そう。まあ言い方だったり、そういうニュアンスの動画じゃない、ほとんどが。俺らもそうなっちゃうもんね。なっちゃうね。あの、なんつうの、しょうがないね。この10分ぐらいにさ、伝えようとしたらそうなるよね。なるほど。なんないっす。全部練習しないとなんないっす。本当に。これに気をつけてねって、あ、気をつけたら治るんだって。ああ、なるほど。気をつけて練習したらなる。ああ、なるほどね。めっちゃ球数打つからね。そっか、気をつけなくても、それが出ないようになったら治るってことね。ちなみに、気をつけて治った人絶対いるの。治る人絶対いるの、その人って何が違うかって言ったら、基本がある人なの。基本に足せられる人は、すぐ治るとは、すぐ治る。すぐ治んない人もいいんだ。すぐ治んない人は基本がない人。基本がないとなんですぐ治んない。基本がないと、ね、一個やろうかな、スライスにした方がいいかな。スライスでやるね。例えば、スライスに悩んでる人って、例えばじゃあ、こうやってスライスします、って言ったら、基本のスイングしてっていうのか、結局こういう動きを直すためにこうやって入れてくれっていうの、クラブをね、間に合わせるためにこう開かないでってこうやって入れるの、この時にクラブをこうやって何にもしないでこうやってまっすぐインパクトゼロに戻る作業っていうのは基本だから、このイメージができないと結局戻せないんだよね。まっすぐ行かないの、だから基本のベースのスイングがある人ってまずはこうやって戻そうとするわけよ、まっすぐね、だからそれが振り遅れてる人、スライスがこうやって出てる人って、このイメージがそもそもないから、動き方にね、自分の動いた頭の中というか、それに対してこうやって戻す作業が入ってないから、戻らない。だからスライスを直す、例えばじゃあこれをこうやってやったとするよ。したら、スライスになる動きにこうやってやってる風になっちゃう。はい。そう、だから悪いものを取り除かないまま、新たなものを入れることになるから、基本がないと入れられませんよ。すぐ直れませんよっていうことになってくる。それがね、大きい差だと俺は思うんだ。根本が解決してないってことね。そう。例えば、あの、右に飛んじゃうから左向いて打ってるみたいな感じになって、結局打ち方変わってないじゃんっていう、無理やりやってるだけっていうことだよね。例えるなら。だから、必ず真ん中の基本があって、今登録の言ったように、ここにイレギュラーしたら、本当はここに行きたいって言ったら、一回ここを経由してこう行かなきゃいけない。それができない。このままこっち行っちゃうと、もうガチャガチャになる。前傾が分かんない。悪いものを直さないでやるしちゃうね。そういうのが基本を知ってれば、すぐ真ん中に戻ってから行けるから、すごいネタはすぐで完成しますみたいな風になれることができるんだけど、基本がないと、そのままこう行っちゃうから。そうするともう、治らない。その一瞬では治るけど、その、またすぐ戻っちゃってる。そういう風になっちゃう。難しいな、それ。わかんないもんね、自分じゃ。これ、いつもはここで、レッスンの生徒さんの例を出すんだけど、
もう昨日の人がそれだったよ。どんずば。その何を練習して続けていったらいいかが分からなくはないんだけど、自分が進んでいく道がなかなか分からない。で、まあどういうものを目指していいか分かんないし、スイングを何を気をつけて練習したらいいか分かんない。そんな考えなくていいですから、で、それをどうやって練習するのかって言われたから、構えて3秒で打ってるんですよ。全然やっぱ出ない。だから3秒なんて考えられないでしょ。だから、その方がね、めちゃくちゃいい球出てるし、同じとこずっと行くわけよ。だからそういうスイングを練習場の、まあ、8割の球数に、それをどんどん当てはめていった方がいいですから。考えないで打つショットっていうのはもうほぼほぼその人の基本に近い動き。だから、動きを意識して、ショットを打ってたら、なかなかショットってのは完成しないから、基本を完成させるっていうか、自分の基本を知りたい場合は、もうパッて構えてパッて打っちゃう。そうすると、まあスピードは関係なくね。スピードは自分の好きなスピードなんだけど、打つまでの仕草を速くして、考えないうちに動いて打っちゃうこと。それが、一番ヘッドがその方動いてたし、こうやって。で、一番いい球打ってたっていう。だからそういう風に基本のスイングを調べる方法としても、まあそういうのもやってみるといいかもしれないね。だからこうボールをかき寄せて、ポンって置いたら2秒以内に打つとか、そういう風に、やってあげると、いい動きっていうのは、本来やるべき自分の動きっていうのが、まあ、意外とそういう時の方がやってるよね。考えちゃうとね、スピードも乗らないし難しいし、なんせ考え、もちろん考えちゃうからね、振ってる時に。そうすると、最大限の飛距離が打てない。他にもそういう似たようなスポーツあるのかもしれないけど、トール君がじゃあドライバー持って、何でもかんでも300ヤード飛ばしてって言われたら、絶対振ると思わない。振る振る。ビュンビュンビュン。そういう反応がなさすぎる。それをだから、1ヤードから自分のドライバーのマックスまで、を刻めればいいわけよ、ちゃんと。で、150ヤード打ってって言われたら、150ヤードの力感で打つ自分のクラブとスイングスピードを探せばいいのに、動きを気にしちゃったら、150ヤードが打てなくて当たり前だから、そういう考え方の、まあ、ズレっていうのが多いよね。動き気にするとね。ドライバーで打った、あまりの残った距離を打つだけのことじゃない。それをちゃんと第一優先として考えてないよね。ミスショットしたっていいし、ミスショットはまあ練習場で直せばいいから、とりあえずその残されたヤーデージに対してちゃんとまっすぐこうやって構えて、そこにそのヤーデージを打てばいいことなんでね。それをシンプルにワンラウンド18ホールやってみること、すごく大事。体の動きは考えない方がいいかもしれないけど、例えば、あ、ヘッドが戻ってないなと思って戻そうとするのはいいの？戻そうとするのはいい。それは考えてもいいの？もっと戻さないとって思うのは、それは全然、全然。それは体の動き考えてるのとやっぱ違う。違う。例えば、150ヤードに打とうとして、150ヤードに対して90度で垂直にこうやってフェースが戻ってこなかったら150ヤード飛ばないじゃない、だからそれは考えてる。もっと戻さないと。そうそうそう、もっと戻さないと、あの方向に飛ばないっていう。あ、でもそれはヘッドを、どう戻そうかを考えてるから別にいいんだ、それは。いい、いい。まあ、アングルだったり、戻す、出す度合いだったり、そういうものと関係してくるから。もっと右手を使わないととか。そうそうそう。そういう、右手を使って出す方向とか、そういうふうな考えになってくるから。目の前に、こう、木があって、高く上げなきゃいけないのにダウンブローに打たないでしょってことなんだよ。そういうものがごったになってる。人が多いから、だから、ちゃんと今自分は何をするのかっていうのを考えた。その、フェアウェイど真ん中から、いろんな理論をやる場面じゃないよねってこと。それをピンに打たなきゃいけないわけじゃない。だから、これをピンにバンって打てばいいんだよね。それがシンプルに考えられなかったらゴルフは難しい。あ、いつもあれか。だから結局何もしないってことね。そう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 。フェアウェイど真ん中にあって、あそこにもう打てばいいっていうだけなんだったら、何もしないで、いかに何もしてないように見せるかっていうか。そうそう、それがすごく大事。
それはもうどの場面でもなるべく頭の片隅にあった方が、どんなトラブルショットでも、どんなイージーショットでも、その考えっていうのを常に持ってなきゃダメ。うん。それだけでゴルフ本当変わりますから。まずは簡単に考えること。難しく考えちゃダメです。ヘッドが動いてればボールは飛びますから。うん。そう。そのヘッドをじゃあ力ずくで動かすのか、何、どうやって動かすのかっていうのは、まあその方、それぞれ違うので、何ヤード飛ばすかによって変わってくるってことですよね。あれそういう答えがはっきり出てれば、次に自分はどうするかっていう流れになってくるんで、まあ、その残されたヤーデージに対して必ず体を動かしてあげることではすごい大事ですね。うん。なんでまあ今回はですね、何だったっけな。練習してください。あ、そうだ。今回はですね、とにかく何をやるにしても練習しなきゃいけないですね。練習を数やって、まあ自分のものにするっていうのはすごく大事なんで、パッと構えて、さっと打てるぐらい練習を重ねていくとゴルフ変わりますので、ぜひ練習量を増やしてやってみてください。まあ、まとまりないですけど、いいですかね。はい。なんで、気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ワンラップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください。